タレントの横澤夏子が17日、都内で行われた初の子育てエッセイ集、ドタバタ子育て、大作戦3姉妹の連絡帳、刊行記念イベント前囲み取材に出席した。同作は4歳、3歳、1歳の3姉妹の母として、奮闘する日々を記した自身初の子育てエッセイ。インスタグラム96万人のフォロワーから反響の多い保育園の連絡帳を中心に子供への思いや子育ての考え方、夫との家事分担やママ友作り、ご機嫌な母でいる秘訣まで未公開の画像も含む子育て大作戦を詰め込んだ一冊となっている。初のエッセイに横澤は、まだ私も子育て始まって4年ぐらいしか経ってないので、そのノウハウをすべて知り尽くしたっていうわけじゃない、この調べ途中なのよっていう時にこういうお話いただけるっていうのはすごいありがたいですと笑顔。葛藤中のこの毎日を脚本にしてくださいっていうのはないなと思ってと出版の経緯も語った。